自民党本部で行われた懇談会には衆議院選挙で落選した元議員ら100人が参加しました。会の冒頭、石破総理は選挙結果について私の責任で反省していると改めて陳謝しました。出席者からは非公認となった候補が代表を務める政党支部にも2000万円を支給したことなどについて執行部の責任を問う声が上がりました。執行部による、徹底的なというか決定的な戦略ミスであると、この2000万円問題がなければ、もっと議席を自民党は維持できたのではないかというふうに思いますが、この2000万円問題が出てからですね、ガタッとその空気がもう一瞬で変わったという。また出席者からは石破総理が受け身になっている、政治と金の問題に一旦区切りをつけるべきだなどの意見が出たということです。